今日いろいろな内容を、撮影して、言っていました。で、一度晴天になったんですけども、もうこういう状態、雨。これはもう本当の天気の仕組み。淡井圭介がどれだけ悲惨な状況になってるかっていうのが分かって、雨になってる。これが事実です。覚えてください。で、精神病院に入れられてた時、周りとの関係を遮断されて、結局、宝塚サンド病院だったら宝塚サンド病院の周りだけ大雨。で、あれは2022年かな、夏場、甲子園、雨ばっかりで、ずっと試合ができなくて、日本中いろんなところで、水害。それは人命、それはもうあの世の人たちからしたらよくわかってるもの。ほったらかしいみんな。で、赤十字社でしょ？総裁は？皇室の人たち。で、やっぱりああいう言い方になります。で、まあちょっと言い過ぎたかなとも思って、まあ他の言い方もしますけども、三権分立で例えると、例えばまあ、YK 助に結婚マンションをしに来た、例えばアナウンサーとかスポーツ、その後スポーツ選手として、まあ、活躍した人たち、まあ、そこを一言にすると、国会議員、佳子さま総理、僕はよくわかんない、実際のところ、こういう図式で対立しちゃダメだから、さすがに僕そこ自分で 裁判官なんかこんなこと言ったら 本当に大バカ者だと思われるから、ちょっと心の中でね、まあ、誰かが悲しんでるかなと思って、ちょっとその雨の降り方で、まあ、それだったら自重しなダメかなと思って、いや、僕は悲しい、本当は。もう本当は僕は泣き入ってるから。で、わからん。以前もその SD カードとかでそういう内容を送ったと思うんですよ。その時は受け取り拒否でしたっけ？皇室もテレビ局も同時に。口裏合わせしたかのように。で、そこは2019年に、眞子さまがテレビ局の受付にいて、2019年にね。で、宇賀なつみと組んでた状態になってると。なのに、解決をしっかりしようとしなかった。もう話の次元がもう低レベルすぎるんですよ、本当に。もう電話番号でも何名か渡しといて、時間決めて、この時間だったら相談に乗るからとか、何かそういう話をしていれば物事は進むのに、全く何もなし。で、これ、もう、その、さっきの、29歳にもなって、もう逃げといてくださいよって言ったじゃないですか。まあ、かこちゃんごめん、もっと。いや、じゃさっきの、その僕の意見より、その、渡すからかにって、岸田さんに、総理にまでもなって。確か、岸田さん今年66か7。そんな年齢やって胸で言ったらいいか。いつまで逃げ出してるのってこう言ってくれたらいいんですかね。その意見、浜井さんからこう言ってきたので、私もそう思います。もうけど本当に岸田さんも動いてくれなかったら困りますって。だって国会でも、以前も経団連のね、経団連の会長ではなかった、経団連の、まあまあ、集まりです。だから、まあ、どっか大きな会社の社長さんですよ。で、笑いながら言うんですよ。岸田さんが言ったらいいだけって、本当に。で、僕もね、そこで、岸田さんも、それで、やっぱりって言って、じゃあ行ってきますって言ったらいいのに、そこでそう返答しないから、多分岸田さん家で練習した方がいいと思う。わかりました、僕は行ってきますとか、やっぱりそうだと思いますって、早く始めなきゃならないことだしって、多分それでいいと思うんですよ、本当に。でしょ？多分そこで、言葉の力。こう跳ね返すようなこと言っちゃうから、多分全部止まっちゃうんだと思いますよ、根本的に。岸田さんなら会うっていうことも、もう正直ね、もう何回も見てきたから、もうこれぐらいにしときますって、その佳子さまの。いや、その意見、竹山君の、じゃもうあれ、気合いいるから、言い出すの。結婚問題のいろんな部分で解決、その精神病院のね、その精神を洗浄されなくなる薬、もうそれもやめさすっていう方向のね、裁判、そこもみんなで数組まなかったら無理だから、
多分僕一人は絶対無理、テレビのニュースの放送の仕方見たら分かる。あ、それだけの、特にあの有名人の人たちの名前で、僕ね、その話を聞いた時に、先にそういう目にあった人でね、その悩んでるっていうニュースがあったんですよ。一応遠回しな言い方で、多分あの件のことやってそれ聞いていて、まあ、半信半疑で、本当なのかどうなのかっていう、まだ飲まされたことなかった時で、それで、まあ、その多くの人間が、有名人になって、それで訴訟をしたら多くの人にその内容は伝わるっていうことで、まあこちらでできるかどうか分からへんけども、そういう時が来たら頑張って訴訟してみるとは言ったんですけども、もう政府からしてこれですからね、本当にもう何か解決方法を見つけなかったらこれ無理です、本当に。明日は我が身、びっくりしたでしょ、さっきまでの天気あんだけ晴天になって、もうその後喋ってる内容によって雨っていう。だから、これをどう受け止めるかなんですよ。基本的にこの地域が僕でしょう。で、まあ、僕に対、まあ、僕が今までその悲惨な境遇であったっていうことが、あの先一つ目の動画をアップロードしたから、それによってそうなったのかもしれない。時間軸だから、こちらの時間軸に影響を与えてきて雨になってる可能性がある。あの見た人たちが悲しい気持ちになって、ね、で、もう悩み多いです、本当に。もう攻撃なんかのこう本当にいらないから、スポーツ関係の名誉総裁全員本当に、もうテニスだろうが軟式野球だろうが何だろうが、そんなものもその各自が決めることだから、そんなところで名誉総裁なんかいらない、全部本当に。でもうあとはもう岸田さんと全国会議員の人たち、スポーツ振興法本当にいらない、本当に全然何もしような。アジアカップほら見てみなさいな、本当知ってたんでしょ岸田さんとかね、みんな各どこの国もできレースやらせでしてるんだから、結果もどちらが勝つか分かっ、決めといて。もうそれだって最初からしないで、被災地にそのまま行かせたらよかったんですよ、サッカーチーム。多分その方が収入的にも上だったんじゃないですか、スタジアムの、その入場料。それで被災地でね、頑張って撤去、活躍するでしょ、それからシーズン開幕するでしょ、まあお客さん見に来てくれる。国内の。ほら、整合性合ってくる。もう大体僕の言ってることの方が、その経済原理もやっぱりある程度頭の中入れてもの言ってるから、全部整合性合ってくると思いますよ。アジアカップお金かかるだけ、まあ夜なんだと思いますよ。これで勝ったら連覇なんかしよったらそこのスタジアム国際司法裁判所に差し押さえたったね本当に本当に本当に、ね、もうそれぐらいした方がいいと思いますよ。まあ誰がしてくれるのかって言ったら行政だから政府、まあこれ世界中の呼びかけ、カタールが連覇しよう、国際司法裁判所スタジアム差し押さえ、もうこれでいいと思いますよ本当。もう日本出場しようとしてきたら、自分の国が災害になってるのに、マンパワー必要なのにって、筋力のある人、体力のない人、現地行って被災地で瓦礫の撤去とか力、もうそんなもう重機なんか使ってないよ、もう手で積み込んでいったらええから、筋力そのためにつけたんでしょっていう、肺活量とかも息すぐ上がります、重たいもの持ったらね。だからもう本当国会でしょうもない話、もう全国会議員の人たちでしょうもない話しすぎ、もうちゃんと、もうそんだけ、もう内閣とそこ三権分立のうち二つ組んだんかって、もうその二つ組んで、その被災地の復興行かせたらよかったんですって、そこで最高裁判所がごちゃごちゃ言うわけないですから、もう三権分立、そこ被災地の復興でね、世の中のことを良くするために集まってるんだから、税金もともと流れ込んでるんだから、もう何にも
あらかじめ僕はホームページに以前書いてたのに災害災地発生したらもう体鍛えてる人たちもこの1000人以上も男女合わせて作っておいて軽くですよ、野球だけ1万人いるんで700人ぐらいいるんですからね、幻のなんかどっかのチームの3軍って自衛官の人たちですか、韓国は正直に名乗ってますか、一球団ちゃんと軍の人ですって正直に白状してますから、今更戦争もないとして高い給与もないな、野球毎日できるもん、はあ、これでその人たち災害地行かなかったって考えたらもう分かるでしょ、絶対おかしいってなるから、だからまあその三権分立のうちの二つ今度いたらアスリートを被災地にちゃんと働きに行かすことぐらいできんのにねえ、本当になんか国会でどうでもいい話ずっとして長い、そんなちょっとした話で本当に全部最初から国会委員で差し押さえといたらいる時だけお金出す、本当にどちらの方が正解か、これ僕も二十歳からこれ言ったんですよ、そしたら俺らもそう思うっていう人たちいっぱいウルツラパークに来ましたよ、あの年配の方たちとかでね、あのいろいろあのやっぱりその政府の税金の使い方とかいろいろあの思うところがある人たちいっぱい来ましたよ、本当にみんな名前書いて言ってもらったらええんちゃうか、正々堂々とって、だから今の状況、だから僕の結婚話のその解決方法でさすがにそれ何もなしは無理だし、そもそもテレビ局は僕のアイデアで行あの作ってもらったゲームに関しても CM にもらったままで何の支払いもなし でその僕の提案で作った良い番組に関しても何の支払いもなしだから、本当にこれは無理、本当にだからそれ手伝ってもらう、そこくっついたらあかんから、総理と国会金額結婚話で言うと佳子さまと、まあ以前はまあ座ってた眞子さまですけども、それであと、あかんやん、そんなもう全国民引いちゃうよねえ、まあ、一応インターネット記事とかではさすがにあの佳子さまはまだ赤十字社で働いてないっていうことになってますけども、もうそこも本当のことだけでいいと思いますよ、はあ、もう僕も力入んない本当に、天気はこうだからとかじゃなくて、もうこんだけもうみんなずっと家の横通り過ぎて己の保身だけで動く、無理、こっちエラミやってるから電波で、うん、プラス神がかり的な力、テレビ見て文句言うなっていう方の人を早く捕まえた方がいい、テレビ見てしっかりと文句言った方がいい、結局ニュースライブ正義の味方っていう関西の、報道関係の、まあ議論するような番組ですけども、やっとね元内閣参与の藤井聡さんっていう人が最後の最後ね、僕あの中国の経済のことに関することを、まあ、同じようなことを何回も言い始めたから、そんなもん建物作りすぎてる件なんかもう10年以上前からテレビで放送してるっていうことを言って、本当街ゴーストタウン、ゴーストタウン、中国のゴーストタウンの話、本当は日本もゴーストタウンいっぱいだから、本当にで、その件について出演者は結局何の返答もしなくてね、もう僕は撮影してるから商工祭で、やっと最後の方に観念して藤井聡さんが本当は僕もわからないっていうことを言って証拠を押さえてるから、もう内閣参与でもそれもう絶対この国無理、本当のことばっかりずっと言い続けないから、お金がかかってるから、それそんなこと気にしなかったらいいの、人の仕事がなくなるどうのこうの話なんて、生活方法はあるんだから、お金持ちにみんななりたかったらダメだったの、こういうことなんです、以上です、はぁ、まあそこに人助け云々があって、ちゃんとしたね、状況とかあったらそれは違うんですけども、大体みんな家買って家のローンとかで、それ、金銭感覚というか仕事の感覚、派遣切りをするのが当たり前になって、で、だから、うん、今喧嘩するわけじゃないけども、もう多分こういう、うん、僕の方が年上だからこういう言い方で言った方がいいと思う。もう顔持っていかれても。だけども、
やっぱり年収900何十万ももらってる人間が、ここ来てね、話し合いもちゃんとしないじゃ話にならないから、で、もう僕も、ここの家もう誰も来ないんだっていうことになって、もともとね、もうこれ見たら見たら引いてしまうと思いますけども、これ、まあもうだんだん座っていくうちに座布団ボロボロなんですけども、この木の椅子ね、これがもともとうちの家には4脚あったんですよ。で、その4脚のうち、もう今2脚だけで捨てたんですよ。もう邪魔かなと思って。もう誰も来ないしっていうことで。本当に。もうだから今ちょっと置いといたらよかったかなとかも思ってるんですけども、昔この話覚えてます？その皇室の方たちが複数に来た時に、まあ何人か座れるようにっていうことで、椅子置いときますっていう話。半分以上は、その時母親と、弟と、僕で住んでましたから、まああと一つは、まあ父親か誰かが、まあ家に来た時っていうあれだったんですけども。まあもうこういう状況でね、その人口統計の、神戸市垂水区の、本当の人口の話、51番にちょっとだけカウントした数書いてますけども、だからそれだけでもね、例えばコピーしてきた前輪の地図、まあこんな状態とかでね、もう家の中だから、あらかじめ予定言ってくれなかったら急に片付けれないから、まあまあけど来ても、まあ一歩もあったらテーブルの上は綺麗にしますけどね、本当みんな早起きて早く話し合ってくれなきゃならないとこにあるもん。本田朋子のあの悪さ、丘みどりっていう名前で、なんかもうテレビで、多分本田朋子でしょ、アナウンサーの、元アナウンサーの、スポーツ関係、あの子も来てる変な方法で、昼寝、フルーツラパークで中抜けっていう時間帯を作られて、その間昼寝してたんですよ。そしたら、いや、作ってもらっての方かもしれない、夏場とか忙しくて。で、ももに、昼寝をさせてほしいっていうことで、で、体が持たないっていうことで、で、昼寝して、まあ、その頃は長時間労働、そこも。で、目開けたら、その当時全然知らないんですよ。平井理央っていう、その後、フジテレビのスポーツ関係のアナウンサーになるもの。まあ、その時は、向こうも、だいぶ年下でしたから、高校生か中学生。で、その隣の部屋から、本田朋子が現れたんですよ。目覚ましたら、誰？なんでおんの？って。確かこっち男性の部屋で、向こうは女性の部屋だったはずだって。で、その平井理央っていうものも、確か最初、何も言わないんですよ。向こうも固まっていて、まずいって思ったのか、僕の驚いてるところを見たときに。わからない。もしかしたら、何か、バーベキューコーナーの店員として働いてるときに、何か話しに来て、一応会社に話してほしいって、そこにいたのかもわかんない。わかんない、わかんない。僕もびっくりするからさ。で、何か決定的な瞬間とかわけのわからんことに、本田朋子が入ってきてるんですよ。平井理央よりも1歳年下だと思うんですが、もしかしたらあの2人同い年かもしれない。組んでたかもしれない、2人で。もうややこしい、本当に。全員ややこしい。そういった話込みで。で、そっから、プロ野球の優勝したチームの、取材に行った時に、ビールかけの時に頭の上からビールかけられるようになったみたいです。わかんないですよ、もっと前からビールかけしてたら。1997年ぐらいからですかね。フルーツラパークで僕が働き始めたのが1997年。大体それぐらいだから、そこから先の優勝に関してがそうだったら、まあ前からそうだったら、プロ野球界が悪い。それは全球団。僕は何回も言ってる。バイオエタノールに変えたはマシ。大体飲むのも許されない。プロのアスリートとして酒飲んでる。それはもう全球団。もうメジャーリーグとかも海外も世界中どこのアスリートに対してもそう、向いてない。国の税金もらって体鍛える、ふざけんなよって。タバコもやめてない、無理。根性なさすぎる。人様の力借りてどうにかなってるだけ、あとはやらせ。それで高額所得者、ふざけんなよっていうことになってきます。やっぱり、僕のこういう普通の感覚をテレビでみんな言わなきゃなんない。本当に本当に。じゃなかったら世の中絶対変わらない。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、本当に、雨。すぐ、さっきから、今、もう一回時間。
18時34分。だから、さっき撮影していたのが16時ぐらい、最終的に終わったのが、その頃まだ晴天。もうあっという間。ちょっと風で飛んだというよりも。今一応、車2台だけなのかな。まあ、何台か見かける。もう来んかったらええのに、本当に。もうほとんどの人間は悪いことするために社会出てきてるようなもん。どうしようもない、こんな世の中。